サマンサ・サバークスは、マンシマ出身のイギリスの歌手、女優。1990年10月2日に、マンシマにて生まれた。3歳の時にダンスをし始め、ダンサーバーで働いた経験もあり、マントーのバレエ団に所属していた。16歳で島を離れ、ロンドンのアーツ・エデュケーショナル・スクールへ入学。ここは、舞台芸術に特化した学校で、卒業生には、ジュリー・アンドリュースや、 サラ・ブライトマンがいる。2007年4月にデビューアルバムの Looking in Your Eyes をリリースした。このアルバムは約600枚を売り上げた。アルバムは彼女自身が共同で書いたいくつかの歌を特色とし、インディペンデントレーベルブランズウィークスタジオ上でリリースされた。2007年6月にマット・ウィリスを支援する舞台をピール・ベイ・フェスティバル及びシュガ・ベイブスで上演した。 この舞台にはザ・フーやマッド・ネスラも出演した。2008年には英国のミュージカルオリバーのウェスト・エンド・リバイバルでナンシー役のオーディションが行われ、彼女は3位終わりナンシー役をつかむまでには至らなかったが、その後、キャバレー UK ツアーのサリー役などでキャリアを積む。2011年2008年4月29日に支援の現れとしてサムの島であるために、 マンシマは観光旅行大臣エイドリアン・アーン賞によって解明された。2010年6月オーディションに合格してロンドンはウェストエンドのクイーンズシアターでレミゼラブルのエポニーヌ役を演じることに。そこでキャメロン・マッキントッシュから2010年10月に行われるオーニーアリーナでのレミゼラブルの25周年記念コンサートのエポニーヌ役に彼女を抜擢したことを告げられる。 2012年1月、ミュージカル、オリバー、UK ツアーに、ナンシー役で参加。その、オリバー、のマンチェスター公演のカーテンコールで、突如キャメロン・マッキントッシュが現れ、トム、フーパーが映画でのエポニーヌ役に、君を選んだよ、とバークスに告げた。そして2012年には、名作ミュージカルを映画化した、レ・ミゼラブルに、エポニーヌ役で出演した。バークスは、 オーディション番組、I Do Anything で、キャメロン・マッキントッシュに見出され、舞台、レ・ミゼラブルで、エポニーヌ役を2010年から2011年にかけて、演じた経験を持つ。第85回アカデミー賞受賞式では、他のキャストと共に、パフォーマンスを行った。映画、レ・ミゼラブルのエポニーヌ役には、早々たるハリウッドスターたちがオーディションを受けていた。その中には、 カントリー歌手テイラー・スウィフト、グリー、グリー主演女優リア・ミシェル、スカーレット・ヨハンソンなどがいたという。一部報道では、同役にテイラーがほぼ決まりかけていたが、結果的にバークスが抜擢されたとも言われている。過去に TV パーソナリティのマット・ジョンソンと交際していた。ベジタリアンである。ありがとうございます。